映像事業の大変さとかありますか？みたいな話なんですけど、どうですかね。僕が配信している事業とかも、今年になってあんまり売れなくなってて、やっぱりね、コロナ明けて映像事業の需要がちょっと少なくなってきたのかもしれないなっていう気はしてます。コロナ禍でだいぶ映像事業の需要が高まってたっていうのがあると思うんそうでですけすよれどね。も、それが今年になって減ったっていうより元に戻ったっていう感じなのかなと思いますね。まあ、あとやっぱ映像事業が結構増えてきたとかもあるかもしれないですけど、どうですかね、そのあそうでたすりね。もね。映像をみんな作れるようになってきて、一昔前は本当に東進しか映像授業やってなそうくでて、すよね。こう独占みたいな感じだったのが、プレミアみたいなのがなくなってきてるかもしれないですね。自分はもう映像授業は基本的に YouTube で公開するために作ろうかなと思ってて、それで収益上げるとかは自分は考えてないですね。広告収入である程度収益上げるっていうのは、教育系の動画は基本的に無理だと思ってて、そういうことを目指すと、やっぱ再生回数伸ばさなきゃいけなくなってくるので、作りたい事業が作れなくなっちゃって、そうすると、そもそも YouTube やってる意味なくなっちゃうので、自分の作りたいものを公開する場として YouTube を使ってるから、収益は出たら嬉しいけど、まあ出ないんだったら出ないでしょうがないかなっていう感じで。